緑の回廊は自然生態系の保護に関する生態学の用語であり、人の生活圏によって分断された野生生物の生息地間をつなぎ、主に動物種の移動を可能とすることで、生物多様性を確保するための植物群落や水域の連なりを指す。人工的に設けられたものを指す場合が多いが、同様の効果を持つものならば意図せず形成されたものに、 対しても用いられる。水と緑の回廊や緑のリド動とも呼ばれる。すべての動物は生息するために一定面積の土地を必要とする。個体の必要量よりも行動可能範囲内で取れる餌の量が少なければ次第に飢えてやがては餓死に至る。動物の種により必要とする土地の面積は異なるが草食動物や肉食動物と いずれの場合にも当てはまる。近親交配による遺伝形質の劣化を避けながら安定的に繁殖し続けるためには少なくとも数十個体からなる個体群が必要で個体群の持続のための土地面積は個体の場合の数十倍になる。人為的な自然破壊等で個体群の持続のために必要な植物群落などの生息地の面積が不足し、 他の生息地との行き来ができない場合、その個体群はやがて死滅する。例えば、ムササビのように地上に降りることにストレスを感じる動物は地面を走るにしても、ごく近い距離にない限り、隣の森林へ自発的に移動することはない。仮に、総計では個体群維持に必要なだけの面積の土地が残っていても、それが、 細分化されていればその個体群は生存できず、生物多様性は減少する。生物多様性を確保するには広くまとまった生息地を残すことが望ましいが、人間の経済活動などと対立すると、多くの場合は困難となる。事前の策として、残された生息地間に人為的に植物を植えて、植物群落でつないだり、水路等を設けることにより、動物が 生息地間を行き来できるようにする。このような植物群落など緑の回廊という。占有面積を少し増やすだけで効果は大きいとされ、生息地間の動物の行き来が増えるだけでなく、動物を媒介とした植物の事故や種の拡散も促進される。生態保全のための保護区の設定において考慮すべき6原則。いいが、 緑の回廊に相当する。水性の動物でも、水域をつなぐことで、同様の効果が得られるが、トンドなど、繁殖のため通常の生息地から一定の距離以内の、水面を必要とする動物の場合は、水面を設けることで、個体群が維持され、分布を広げることができるので、水と緑の回廊ということもある。公園などの緑地や、街路樹の活用も試みられており、 相応の効果も期待できるが、こういった、高々数メートル程度の幅しかない緑が多い、歩道などを、緑の回廊と呼ぶのは、最低でもキロメートルレベルの幅を必要とする、生態学の用語としては完全な誤りである。また、人工的に設けられたものだけでなく、自然の森林が、大きな森林地帯の間をつないでいる場合も、緑の回廊と呼ぶことがある。 A.B. Janid M. Diamond The Island Dilemma Lessons of Modern Biogeographic Studies for the Design of Natural Reserves Biological Conservation 7 129-146土井10.10160006から3億2079万 52X http://www.biology.ufl.edu スラッシュ構成図スラッシュ gcb5356 スラッシュ 2011fal スラッシュ kita jima スラッシュダイヤモンド1975バイオコンサーブ pdf ジョシュア j トゥクスパリーダグラス jdb ニック m ハダッドサラサージェントジョンエル・オラクエイミウェルドンブレント j ダニューシン、ジョーリー・ブリンカーハフ、エレン・アイ、ダムスカン、アンド・パトリシア・タウンゼンド、コリードーズ・アフェクト・プランツ、アニマルズ、アンド・ゼア・インタラクションズ・イン・フラグメンテッド・ランドスケープス。プロシーディングス・オブ・ザ・ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンシズ99、12,923から12,926、ドイ、10.1073。 ふなず、2億224万2699 ht、http コロンスラッシュスラッシュ www.pnas.org スラッシュコンテントスラッシュ99スラッシュ20スラッシュ12923。12ありがとうございます。